買いたがりなんです。買いたがりなんです。今、リアルに耳に入れてどうしようかな。検証結果、ダメですか。はい、じゃあ行きましょう。個人差がある。個人差が入ってきた。さあ、どうぞ。Thank you.
僕の番組はおそらく見てないんでしょうけど、
まあでも、せっかくなんでね、押しておきます。もう一押ししておきます。俺の番組は、マジで見た方がいい。で、まあ、見た方がいいですけど、まあ、10分の時間も欲しいとかいう人はね、この2分だけ、もうちょっと聞いてください。あのね、台風のニュース、やってくるぞっていうことですね。はいはい。まあ、こうやって、熱帯からやってきたのと、今、我々の住む温帯にやってくると。もともとは熱帯にいるべきもんなんですね。絶対できる。なんでわざわざこっちに来るんだという話なんですね。ごめんね、ニュースでですね、こういうのが来るんですよ。あれ、見たことあるんですか？これどういう意味か知ってますか？これなんていう名前かわかりますか？暴風域。暴風域。違う、暴風域は今ある台風の周りでこういう丸が入ってるんですね。まあ、隠して暴風域ね、はい、そうです。で、その予報で出てくるんですね。だんだん違うわけです。はい、じゃあこれ、あさっての予報です。この台風は、あさって、ますます強くなりまして、超強くなると言っている円でございます。というのが一番。はい。2番。いや、この円は違いますよ。この円はね、台風の、位置がね、ここに来るっていうことを言ってる点です。これ2番です。さあ、1番だと2番だと、はい、どちらでもないと。どちらでもない。はい。何でしょう。広がって弱くなる。広がって弱くなる。はい。なるほど。あの、薄くなる分だけ。あ、そう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 。あの、弱くなるんじゃないですか。はい。じゃあ、それさ、まず、まあ、あの、これね、ゆっくり行く。予報円。違った。はい。予報円って名前なんですけど、普通の定義だったらこんなの書かないんですよ。普通の定義だったらこんなの書かないんですよ。台風だけこういうの書くんですけど、普通の定義だったらですね、であんまりありましたけど、こっちに30キロで動いています。その定義だったら書いてあるんです。はい、30キロで動かしてたから足はここですわっていう話で大体いいんですよ。はい、台風はですね、どう行くか分かるんですね。どう行くか分かるんですよ。でも大体この範囲じゃねえのっていう範囲をこの辺で示してますね。だから中心がここかもしれない、こっちかもしれない、こっちかもしれないけど、ここかもねって言ってるんです。その範囲を半径、例えば120キロ以内の円に使う人がいるでしょうという感じです。それを教えてくれたのが予報円で、あの、今日のレポート出てきませんけど、来週もしね、来週はその日の天気だったんですね。来週その日に台風来てた、これ過去、もし来たら、だから来るかどうか見ておくと楽かもしれない。はい、まあ、皆さん分かって、大変な時分かってますけど、要するにこの円の範囲内に中心が来るかもしれないよって言って、
番最初のお題なんですけど、あれ先週も言ったけど、まあ、3、4年生、5年生ぐらいの40人ぐらいの、この話して、クイズやって、まあ、ね、子供だから半々ぐらいでみんなあげますよ。で、これだよって言って、正解はこっちでしたと言うと、まあ、子供、間違った子供は、ってなるんです。でも、俺が一番びっくりしたのは、まあ、子供はそういう反応があって、後ろで見てた親20人ぐらい。親みんな勘違いしてる。でかくなると思ってた。台風が強くでかくなると思ってたって、この円が大きくなるんですよ。で、これね、そんな知らない人知らないんですよ。だからですけど、年上の人ほど教えてもらってないまま、思い込みでずっと来てると、たまにちょっと人から聞いても、その思い込みで修正されないんですよ。だから皆さんは多分もしどこで聞いたかもしれないけど調べたら結構まだ20代になって割と素直な目で聞けますけどだからまあ普段なんですけど割と年上の人知らないんだよ。何だったらお父さんお母さん聞いてみるよ旅行やったらしい。はい、これ、まあ、今日例えば誰に伝えるかって話のヒントですけど世代がどこかによって思い込みとか常識が違うんですよ。そうすると伝えなきゃいけない表現が全然変わりませんって感じがちょっとあるんですよ。でまあ僕は子供にこれ伝えるっていうふりをしながら親世代はきっと知らねえだろうな。ほんと8割と知らねえのマジで。これ知らなかったらまずいからだってニュース一生懸命聞いてても知らないかもしれないけど話です。まあ、前週はね、弱くなってよかったです。はい。まあ、そんなこんなですね、そんなネタを10分で、これどこまで言っていいかっていう話ですね。まあ、最後のどうもう一回言います。見たことないです。こんな10分で、いや、これだけやられるんだって見た方がよかったなって、やっぱりそうだったなって、今思うから、まず見たんです。はい。じゃあ最後行きましょうか。ここね、あの余裕しようの皆さんのレポートはもう全てを最後16って書いてあるから、はい
を引く。でも、はい、この左側に書いてある表に気圧とか気温って書いてあるけど、全部が4ヘクトパスカルってなってるわけじゃないから、確かにどう書くかって言ったら何速度か何速度かっていうのを使って書かなきゃいけない、うん、で、言葉を使うと面倒くさいけど、うん、感覚的に分かることで、はい、例えば線が今5回だって、これ線16ですよ、はい、で、ここに16回だったら、うんうん、12は必ずこのラインに入ってるから、なるほど、書かなきゃいけない。でも、12っていう値がないから、どう書くかって言ったら、だいたい5000引いて、こうやって、15、16、32、1で、ここが12だからっていうマークをつけてって、で、だいたい線つないで、こう書いていくと、ここは線ができる。なるほど。情報量が少ないところは難しいけど、感覚で曲線で結構できます。なるほど。で、はい、ここで重要なのが、はい、20ヘクトパスカルずつ太い線を引かなきゃいけない。おお、はい、ちょっと何言ってるか分かんないからちょっと何言ってるか分かんないから、はい、俺らもちょっと5人し、6人、うん、全然失礼します。はい、これが遅いですね。4ヘクトパスカル、はいはいはい、で、これが8ヘクトパスカル、はい、で、これが12 で、これが16で太い線が通る。
ね、いけると思います。テキストには、ね、一応裏技かと書いてますけど、それなくてもいけます。Thank you.